ティアックのディスクリートダックまあこの音質はですね、我々としても今まで出してきた製品の中でもかなり自分たちの出したい音、まあ、これが実現できていると自負しておりますティアックのリファレンスシリーズといえばやはり中核となるのはこの500シリーズたくさんのお客様に手に取ってこのティアックの新しいディスクリートダックの音を体験していただきたいと思いますこんにちはティアックブランドマネージャーで製品企画を担当している吉田城と言います 本日はティアックの新製品 UD507 のご紹介をしたいと思います。UD507 はティアックリファレンスシリーズの新しい507ラインのダックプリアンプヘッドホンアンプとなります。リファレンスシリーズはティアックブランドの中でも常に最新の技術を挑戦的に取り上げてきたシリアスなオーディオファイルに向けたシリーズとなっております。最も大きな上から見ると A3 サイズの700シリーズ、それから A4 サイズの設置面積の500シリーズ。 そして最後にハーーフサイズの300シリーズの3つのの300 3シリつ製品群からなっていますその中で今回ご紹介する500シリーズこれはプレミアムコンパクトというコンセプトの中でコンパクトサイズながらも機能それから音質に妥協しないで開発されており同価格帯のフルサイズコンポに引けを取らない機能音質サイズそして価格のバランスが取れた多くの方にお勧めできるシリーズとなっています。 コンパクトで軽いので主にデスクトップそれからリビングの TV ボードそれから寝室など場所を選ばずに設置することができます UD507 は大きく分けて3つの機能を持っています DA コンバーター部それからプリアンプ部そしてヘッドホンアンプです UD507 の最大の特徴であるダック部これは今回 新たたに開発し TRDD5 これは TAC リファレンスディスクリートダックの略なんですけれども TRDD5 が採用されております。この TRDD5 はリファレンスのフラッグシップ機である700シリーズこちらに採用されたオリジナルのディスクリートダックこの回路規模はそのままに小型化をしたということにつきます。 UD701N や VRDS701 に搭載されたディスクリートダックそのままでは A4 サイズの小型な500シリーズの筐体に収めることはできませんそこで使用する IC や抵抗などのパーツを複数回路入りのものにしたりより実装面積の小さなものを使用することで小型の基板に収まるように最適化し実現しました TIAC ディスクリートダックならではのすみ渡る音場と実在感あふれる音像を500シリーズのサイズでもお楽しみいただくことができます 2つ目のプリアンプ部については UD701N と同等のフルバランス可変ゲインアンプ式のボリューム回路 TACQVCS と電流伝送強化型のバッファーアンプ TACHCLD2 を採用しました出力はバランスとアンバランスの2系統それぞれ固定出力とバリアブル出力を切り替えて使用することができますさらにライン入力もバランスそれからアンバランスの2系統それぞれ 備えており本格的なオーディオシステムの省きとして様々な機械をつなげて使用していただくことが可能になります。3つ目のヘッドホンアンプ部は 6.3mm のステレオ標準ジャックに加え XLR の4ピンジャック それから、4.4ミリ5極のペンタコンこの3つを備えております。パワーアンプ部はティアック hcld2 回路そのまま使用しまして、さらに電源部を強化することで、単体ヘッドホンアンプにも引けを取らない 1,。1200ミリワット +1200 ミリワットの大出力を実現しました。それでは、ここから ud505x から ud507 が進化したポイントについてお伝えしていきたいと思います。まずはじめに心臓部となるダック部には ud505x では ess 社製の。 ES9038Q2M を二つ使用することでデュアルモノダックとして使用していました。今回はこちらの心臓部のダック部がティアックのオリジナルで開発したディスクリートダックに変更されている。まあこちらが最大の進化のポイントかなというふうに思います。ティアックのディスクリートダックの特徴は FPGA による DSP の処理、それとロジック IC 抵抗の組み合わせによる大規模な音質を最優先にした回路設計になっております。FPGA では64ビット 512FS の 処理能力を持っておりこれで 32bit384kHz までの信号を余裕を持って処理することができます。DSD はまで再生が可能となっておりますますたこの DAC の特徴がユーザーの手元でさまざまなパラメーターを変更してお好みの音質を追求していただくことが可能というポイントがあります。1bit それからマルチレベルデルタシグマこの2つの DAC 方式を切り替えることによって大きく音質を変えることができます。 またさらに1ビットを選んでいただいた際の DSD のフィルターにも4種類のフィルターオフを含めて4種類のフィルターモードを備えておりますのでお好みに合わせて音質をファインチューニングしていただくことが可能です2つ目の進化ポイントは電源部の強化になりますデジタル部とアナログ部こちらを2基のトロイダルコアトランスを搭載することで大元からデジタルとアナログのドメインを分けることでアナログの信号回路のピュアリティを向上させました アナログ部の電源の供給能力は UD505X に比べると2倍相当まで引き上げられておりその結果ヘッドホンアンプの最大出力は 1200mW+1200mW と UD505X に比べてもかなりのパワーアップを果たすことができました。また音楽性を最優先させアナログ部の電源回路には無機関回路を採用いたしました。 3つ目のポイントはデジタル入力の拡充が挙げられます。UD505X では USB の TypeB の入力のほか SPDIF が 2K とそれから Bluetooth のレシーバーの機能がありましたけれども今回の UD507 では USB の入力が 2K とございます。一つは従来の USB Type-B これに加え UD507 のフロントパネルには USB Type-C の入力端子を備えておりますフロントパネルの USB Type-C はお手持ちのスマートフォンやデジタルオーディオプレイヤーなどを手軽につないでトランスポートとして使用していただくことが可能となっておりますこれらの USB の入力2系統に加え従来通り同軸デジタル、光デジタル、それから Bluetooth こちらの入力を加えた計5系統のデジタル入力で豊富な機器をつないでいただくことが可能です 4つ目ののポインントはヘッドホン出力端子の豊富さです UD505X では 6.3mm ステレオ標準フォンジャックこれに加えて 4.4mm のペンタコンこの2つの系統が出力端子として装備されておりました。今回の UD507 にはこれらに加えて XLR の4ピンのバランス出力こちらを備えております。 バランス出力に XLR4 ピンとペンタコンこの2つを備えることでお手持ちのヘッドホンやイヤホンそれからケーブルの種類に合わせて最適な出力の方式を選んでいただくことが可能ですまたバランス出力の出力方式は従来通りのバランス出力に加えアクティブグランドも選んでいただくこ,とができますこれは UD505X も可能でしたけれども今回の UD507 でもこちらの機能を採用しております。 5つ目のポイントはメカニカルな筐体設計の進化が挙げられます。随所にこれまで700シリーズ、それから PD505T といった UD505X、NT505X よりも後に開発された製品で盛り込まれた高音質ポイント、高音質化のノウハウをすべてこの UD507 に採用しております。振動の起きやすいトランスは底板から浮かせたフローティング構造を採用しました。基板を 固定するネジは最低限とし、さらに底板とフットとの接合分に遊びを持たせた新機構の「ティアックオリジナルストレスレスフットバージョン2を採用したことで音質に影響をを与える振動を徹底的ににコントロールしていますさら UD505X では 1.6mm だったアルミのトップパネルこれの厚みを 2.8mm まで増すことでさらに精神性を高めました。 最後の進化ポイント、これは Bluetooth のレシーバー部にあります。対応可能なコーデックは LDAC、それから APTX HD、それから LHDC、これらのハイレゾワイヤレスの規格に対応しております。さらにマルチポイントのペアリングにも対応しています。最大で2つのデバイスを同時に接続することができ、シームレスにデバイスを切り替えて音楽の再生を楽しむことが可能です。 ここからは UD507 の開発にあたって企画担当である私や開発のメンバーが特にこだわったこと苦労したことをお伝えしたいと思います。なんといっても700シリーズに搭載されているディスクリートダックこれを500の小型な筐体の中にどうやって収めるのかということにつきます。 サイズの UD-701N、それから VRDS701 に使われていた DAC の基板これはその基板だけでもすでに A4 ササイイズズを超えるようなサイズでしたこれをもちろん UD507 の中には基板だけではなくてその他にコントロールするための別のサブ基板であったりトランスであったり他にもたくさんの紙を収めなければなりませんサイズでいうと1 2それに近いようなサイズ感までサイズを小型化する必要がありました かなりの試行錯誤を経て今回この A4 サイズの UD507 が完成したということで開発人の並々ならぬ努力がなくてはこの製品が誕生しなかったと思います。UD701N や VRDS701 これらに搭載されたティア約のディスクリードダックこの音質はですね我々としても今まで出してきた製品の中でもかなり自分たちの出したい音これが実現できていると自負しております。 ただどうしてもですね、700シリーズとなりますと設置面積は A3 のサイズで横幅がまフルサイズ、デスクトップに置くにはやはりちょっと大きすぎる、まそういった声があの非常にたくさん寄せられておりました。そしてティアックのリファレンスシリーズといえばまあやはり中核となるのはこの500シリーズであるということ、それから価格 としても、なるべく多くのお客様の手に取っていただきやすい価格に抑えたいというところで、この UD507 を企画しました。ぜひ、たくさんのお客様に手に取って、このティアックの新しいディスクリートダックの音をぜひ体験していただきたいと思います。私からの UD507 の紹介は以上になります。ぜひ UD507 で楽しい音楽ライフを送っていただければ幸いです。